国の文化審議会は、今日、豊岡市のコウノトリの保護施設などを登録有形文化財にするよう、文部科学大臣に答申しました。国の登録有形文化財に指定される見通しとなったのは、 絶滅した日本在来のコウノトリを野生復帰させる目的で1965年に建てられた豊岡市のコウノトリ保護増殖センター第一フライングケージです国内で初めて人工飼育でヒナを誕生させるなど貴重な建造物として評価されましたこれまで苦労してこられたいろいろな方々にとっても朗報ではないか このほか県内では宝塚市の旧高崎家住宅主区や三木市の黒田清右衛門商店など3か所13軒が国の登録有形文化祭に指定される見込みです。